みんな、こんにちは。今日はフクロモモンガのお話をするよ。フクロモモンガは大きな目とふさふさの尻尾が特徴のとっても可愛い動物なんだ。フクロモモンガは活発で、高い木や建物を飛び移ることができるんだよ。フクロモモンガの尾っぽは長くてふわふわしていて、その尾っぽでバランスを取ることができるんだ。フクロモモンガは夜行性で、夜になると活発になるんだって。飛膜を使って手足を広げて木から木へ飛び移ったりして元気に動き回るんだよ。そしてフクロモモンガは木登りが得意なんだ。しっかりとした爪で木の枝にしがみついて上手に登っているんだよ。野生のフクロモモンガはほとんど木の上で生活しているんだ。木の穴に葉っぱを敷いて巣を作って生活しているんだよ。そして木の実、芽、木の皮、果物、キノコ類などを食べて生きているんだって。フクロモモンガは集団生活が好きな社会性の強い動物なんだ。優位なオスを中心とした一夫多妻制の小さな群れで生活をしていて、匂いと鳴き声でコミュニケーションをとっているんだって。フクロモモンガは人懐っこくて人間とも仲良くできるんだよ。その愛らしい見た目と好奇心旺盛で愛嬌のある性格から、多くの人々から愛されている動物なんだ。さて、いかがだったかな？フクロモモンガの特徴を学んで楽しかったかな？フクロモモンガはとっても可愛くて面白い動物なんだね。これからもいろいろな動物たちの面白い特徴を一緒に学んでいこうね。それではさようなら。